はい、トラポンです。今回の動画はですね、本日で行われます、中山第11レース G2 ニュージーランドトロフィーの最終見解ということで、動画の方を作って、作っていきたいと思います。はい、中山のね、芝も本日、両馬場ということでね、普通に両馬場の想定でこちらも予想いたしました。で、本命はですね、7 14番のシーズンズギフトと、 こちらのまで行きたいいと思います、はい、シーズンズギフトはね 1600m が今回初めてになるんですけどもただ中山のねこの金2層ね 1800m のレースぶりを見,見てみるとねかなりハみをね噛んでねかなり前向きな気性がうかがえるということで結構折り合いにね苦労してるあの感じなんですよね。 ですので、1600メートルの距離短縮の方が、このまま競馬がしやすいですし、当然、デビュー戦でも、ね、2000メートルの距離も対応できるスタミナもありますので、多少のハイペースになってもね、十分、あの、そあの高いパフォーマンスを出せるうースタミナもあるとい,ということでですね、今回、おそらくそれなりにね、ペースは、レースペースは流れてくると思うんですけども、外枠からね、あの、十分、 あの差し込んでこれるかなというふうに私は思っております。で、対抗はですね、3枠5番のペールウェールということで、まあ、このままはね、まあ、前走はハイペースと、まあ、若干その反動もね、あったんでしょう、そのデイリー杯のね、あのパ全くあの動けなかったと、前走はね。で、今回まあ、きっちりと間隔を空けて、まあ、 あの立て直してきてると思いますのでね普通に忙せず道中あのじっくりと乗っていけばねこの馬の持ち味も生きてくるとということで枠もね非常にいい枠を引きましたので上位争いは状態面がねおそらく大丈夫そうなので上,上位争いはディッシュかなということでこの馬が2番手と。 で3番手が6 11番のルフトシュトロームと、まあ、中山2戦2勝でねまだまだそこを見せていませんし前走の勝ちっぷりもねあの非常に安定感のある勝ち方でこのメンバーに入ってもね十分上位争いは必死かなと、まあ、現在1番人気で、まあ、割れた1番人気なんでねですけども、まあ、十分1番人気になってもまあ全く不思議ではないのかなと中山2戦2勝でねどちらとも完勝という内容で上がりも2走ともね 1>, あの1位をマークしていますので、まだまだ伸びしろはあるということで、この馬が3番手。4番手にオーロラフラッシュということでね、中山戦力適正にね、まだそこまで信頼中山戦力でそこまで高いパフォーマンスが出せるかという部分もあるんですけども、前走もね、スローペースながらも上がり33秒6という切れ味を持っている馬ですので、あ,ある程度ね、 あの道中、ハイペースに巻き込まれずにね中段からじっくり足を貯めていけば最後、直線で切れるという騎乗ができればね十分上位争いできるかなと思いましたのでこの馬ま4番手で5番手にハーモニー・マズランと、まあ、こちらはねとにかく前走そして3走前の中山の戦力でと、ね、もに前傾ラップで、まあ、強い内容を見せているということで、ね、今回、まあ 1>, 1枠2番のカリオストロがおそらく早いペースで逃げると思いますのでかなりの前傾ラップが予想されるんですけどもハーモニーマゼランは前傾ラップになった方が構想できるねあの馬ですので非常にあのーハーモニーマゼランは面白い一頭ということでこちらが5番手で6番手に1枠1番のカフェサンドリオンということでね、まあ、そこまでパフォーマンスは高くはありませんけども、まあ、1枠1番という絶好枠を引いてスタートポーンと出てね 思いのほかあの恵まれる展開になる可能性もありますのでそうなってしまうとね十分3着ぐらいなら残り目はあるかなということでカメサンドリオンも6番手で最後に7番手がソールトレインということでね、まあ、若干ねあのレースのレベルは前走、前前走ともに低いんですけども、まあ、それでもトースポハイ組のねあの出てた馬たちはその後に軒並み成績がいいということでまあその示す通り2着、1着。 1>, でねまあ、1勝クラスも勝ち上がって今回、重賞出てきたんですけども、まあ、このメンバーだったら、ね、そこまで強くありませんので、まあ、トースポ杯の、ね、経験も生きてくるとあのハイレベルレースを走った経験も生きてくるということでその後の2走も安定していますので、ねまあ、3着ぐらいならばということでこちらの馬も最後に印を回しました、はい、でおさらいですね本命はシーズンズギフト。 で、対抗ペールウェール黒三角ルフトストロームで、白三角オーロラフラッシュハーモニーマズランカメサンドリオンソールトレインという順番で印を回して3連単は1着付けに14番と5番そして2着に14番5番11番とで、3着付けには印を打った7頭生まれんウマタンは 14番から印の打った2番手以下に6頭という形でいきたいと思います。とにかくシーズンズギフトはね、距離短縮が間違いなくはまると思いますのでね、まあ、外枠引きましたけども、まあ、外からね、内枠の馬を見ながら自分のペースでね、進出できると思いますので、あの外枠はも問題ないというふうに私は判断いたしました。はい、ということで今回の動画はね、 本日行われます、中山第11レース G2 ニュージーランドトロフィーの最終見解ということで、動画の方を作ってきました。以上になります。